モンバットです。ヤギです。今日は五反田ビッグバザールに行ってきたので、新しく、私たちの家族になった、子たちを紹介していきたいと思います。今回参加した五反田ビッグバザールなんですが、植物のフリーマーケットとかコミケみたいな感じで植物を売っているお店、サボサボストアさんや、グランカクターさん、あとは、趣味で育てている方々が、参加しているようなイベントになります。入場料として500円かかってしまうんですが、まあ、それでも結構いろんな植物がお買い得に集まっているイベントなので、面白いイベントだと思います。そこにある植物は一般的な開墾植物というよりもハオルチアとかの、その多肉植物や開墾植物っていったような、いわゆるビザールプランツっていったような植物がメインで置かれていました。では早速購入品の方を紹介させていただきたいと思います。ウォンバット、まず一つ目がアガベのブラック&ブルーを購入しました。こちらは抜き苗で売られていたので、今は水苔で発根管理をしています。こちらなんと一つが2500円というすごい安い価格だったので即決で購入しました。以前から私たちはアガベのブラック&ブルーの小さい株が欲しいなと思ってたんですけど、小さい株でなかなかいい形がなかったので購入できなかったんですけど、今回はすごく締まった形のブラック&ブルーが見つかったので購入しました。我々は結構なんかアガベ締めたりとか、まあ、水やったりして育てるのが面白いなって思ってたんですけど、まあ、大きい株で綺麗な株とか結構売ってると思うんですけど、小さい株で綺麗な株ってなかなか自分は見つけることができなかったので、今回すごいいい機会になったと思います。で結構、まあ、こいつら肉厚で、まあ、形も開いて綺麗だし、まあ、歯も結構なんだゴリゴリでかっこいいなって思ってるんで気に入ってる商品になります。以上アガベブラック&ブルーでした。ウォンバット、はい、次に、2つ目の購入品紹介したいと思います。2つ目の購入品はこちらの、アガベ、チタノタ、オテロになります。こちらを買った理由もほぼブラック&ブルーと同じで、ちっちゃいアガベをバキバキにしたい、バキバキに育てあげたいっていうのが、購入理由になります。で結構もうこの子500円の割に肉厚で歯もかっこいいなって思ったので買いました。この子はまだロゼット型にはなってないんですけれども、歯も結構肉厚でトゲもしっかりしているので、将来有望な子だと思って育てるのがとても楽しみです。4年後には我が家のワールドカップ代表選手内定入りを目指して育ててあげていきたいと思います。以上、アガベのオテロイでした。ウォンバット。3つ目の購入品は、こちらのユーフォルビアフォリダさんです。こちらはすごい色白と、このチマッとしたフォルムと、あと控えめのトゲがすごく可愛いなと思って購入しました。購入予定はなかったんですけれども、たまたまこの子と目が合って一目惚れして購入しました。こちらも1000円といった価格でとても買いやすい価格でした。白い肌と黒いトゲのコントラストがとても素敵です。上から見てもとても可愛いです。以上、ユーフォルビアフォリダさんでした。ウォンバット、はい、次、紹介するのが、こちらです。4つ目の購入品かな。はい、入らないですね。次毛の部分しか入らないのでちょっとまた変えます。はい、はい、4つ目の購入品はこちらの国王丸です。国王丸ずっとかっこいいと思ってたんですけど、コピアポワって育てるのめちゃくちゃ難しいって聞くので、ちょっと遠ざけてます。なんか虫いる、後で潰します。はい、こちらの虫なんですが、虫じゃない、こちらの国王丸なんですが、龍神木かなに追記された、ものになっていて、
比較的管理が簡単そうかなっていうところで購入を決定しました。でこちらの国王丸なんと現地球なんですね。チリの、まあ、砂漠にのきつい環境で育っていると言われている国王丸なんですが、現地球なかなか国内で見ることない、見ることはあるか、その持っている人少ないと思うんですけど、この国王丸なんか、まあ、買った人によると現地球らしいです。でかつ合法なルートでも入っているとのことです。まさかボタンダ BB で買うことになるとは思いませんでした。でなんといってもこの白肌ですよね。国王丸見ますけど、ここまで白いのってあまり見ないな感じでした。でちょっと値段もあえてしてるんですけど、めちゃくちゃ安かったです。そうですね、買う予定なかったんですけど、こいつが俺を狂わせました。はい、以上国王丸でした。ウォンバット、最後はハチを紹介します。こちらのハチを購入しました。こう足がついていて、こう黒くてどの植物にでも合うなって思ったのと、あとはこの下半分がすごいメタリックな感じで光っていたので、とても重厚感があって素敵で購入しました。こちらなんと200円といったすごい買いやすい価格で、もう即決で購入させていただきました。こちらの陶器はすごい軽い素材でできていて、と抹茶を入れる時と同じ容器の素材で作っているそうです。こちらの鉢に何を入れるか考えるのもとても楽しみです。以上、鉢でした。ウォンバット、いかがだったでしょうか。ボタンダ BB 購入品紹介でした。次回もお会いしましょう。ほな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  Ha ha ha.